ございます。声がおばあちゃんです。今日はシンガポールに行きます。なんかやばい、首がどっか行っちゃった。皆さんこんにちは、サナマルです。今回はシンガポールにお仕事で行ってきました。イエーイ。これは飛行機が出る前に作業中の私です。そして飛行機が出発。もう飛行機はね、結構慣れました。外の風景めちゃめちゃ綺麗だった。はい、こちらが機内食です。シーフードドリアを開けてみると、パカーン、めっちゃ美味しかったです。さあ、シンガポールに到着しました。その後、私たちは浪人のアフターパーティーに行きました。もうすっごい素敵な場所でやっててね、しかもいろんな方々にお会いできて嬉しかったです。また会いましょう。さあ、終わった後ちょっとね、夜の街を歩いてみたんですけど、本当にシンガポールってなんかアートの街で、素敵なものがいっぱい街中にあったんですよね。はい、1日目が終了しました。おやすみなさい。モーニング。あ、Vlog。はい、ティーナ来た。ティーナ来たよ。This is camera。食べるのはストロベリーヨーグルトの、ストロベリーヨーグルトのストロベリー味。ヨーグルトのストロベリー味です。セブンイレブンです。めっちゃナッツ入ってる。さて、朝食が終わった後は、今日私たちがイベントで出させていただくリハーサルに行きました。しかもね、今回の場所がとてもすごくて、とある美術館で私たちライブをやらせていただくことができたんですよ。本当に綺麗じゃない？もっと奥進むとね、こんなにも芸術的な場所があって、もう写真を撮る手が止まらなかった。はい、中に入っていくとですね、いろんな会社さんのブースがありましてですね、一番奥のところに私たちが出る予定のステージがありました。まだ人がいない会場に入るのはすごいレアだよね。すごい。はい、これが私たちが今回出させていただくステージになります。ありがとうございます。終わりました。フェイストラッキングめっちゃしてる。いや、もう元に戻っちゃう。リハーサルが終わった後にホテルの周りをちょっと散策しました。で、私たちのホテルの周りにムスタファセンターっていうのがあったんですけど、ここが24時間空いている、もう何でも屋さんスーパーみたいな場所で、すっごくおすすめです。中に入ってみるとこんなにもいっぱいの商品があって、しかもね、回数ごとに売ってるものが違うみたいなんだよね。面白い。なんだこりゃ。本当にね、よくわからない商品もたくさんあって、もうここ見てるだけで楽しかったです。エスカレーターを上がる時もすごくて、もう各フロア本当にいろんなものがあるんです。デカ、デカドンキ。うわ、なんかすごい。ちょっとなんかデカドンキとか言ってる人いますね。でも本当に確かにそんな感じです。
どんどん奥に進んでいくと、ここは布団コーナーですね。私たちは布団は買わないんですけれども、本当に何でもある。次はここです。すごいなんかスペース系だ。わーかっこいい。あ、はい、夜の部のイベントでございます。何これ、内装が本当にすごかった。近未来的なイメージなんですかね。中もこんな感じで、周りの装飾とかもすごいです。なんか変な人が踊り出しましたね。デイ3です。急に始まりました。今日は一人でお散歩です。はい、朝ちょっと早めに起きてね、一人でテクテクしてたんですけれども、スターバックスにね、キティちゃんの限定フラペチーノがあったので、ちょっと飲んでみました。あとチキンパイも食べました。このね、キティちゃんのやつは上の方がなんか紅茶でできてて、下がリンゴのジュレでできてました。で、気になるこのチョコレートなんですけど、結構着色料が強くて口の周りが結構真っ赤っかになりました。はい、一人散歩が終わった後は二人と合流してアラブストリートの方にお出かけに行きました。そこでね、初めて見たの、モスク。壁画とかもすごい芸術的でね、たくさんの観光客の方が来ておりました。わあ大丈夫、今なんかつまずいたんですか。アラブストリートに行った後はみんなでお昼ご飯を食べました。いろんな地域のね、ご飯があるご飯屋さんで、私たち3人は全員麺物を頼みました。私は香港麺ですね。とってもヘルシーだったので体に染みる。結構シンガポールのご飯って塩分が多いので、こういうご飯は貴重でしたね。さあ次はマリーナベイサンズです。マリーナベイサンズは去年も行ったんですけれども、こういうね、あの高級紅茶屋さんがあったりとか、お店が本当にたくさんあるんですよ。しかも今回ね、私たちはトークン2049っていうあのイベントのために行ったので、踊り始めた。もういろんな人がたくさんいました。ここ有名だよね、この川。いつかこの船にも乗ってみたいなと思います。こんなに広いんですよ。はい、カメラ回しながら歩いてます。これぞ YouTuber って感じですね。クローンガールズになりました。はい、これがトークン2049 in シンガポールの中になってます。会場内はすごく広くて、全部ね見切れなかったんですよ。ちょっとだけ3人で回りました。海外の方ともたくさん交流させていただきました。ここは私たちがアンバサダーやってるジャパンオープンチェーンです。外のね、景色がすごい綺麗だった。皆さんにお知らせがあります。はい、あ、はいはい、皆さんにお知らせがあります。はい、なんとさっきご飯を食べていたら私の奥歯が折れました。どういうこと、返して私の歯。私の奥歯折れちゃったんですけれども、まあその次にね、イエローパンサーというお友達のライブを見に行きました。本当に大盛り上がりでした。
それが終わった後に来たイベントはもう本当に絶景ですごかったんです。見てください、あえてのマリーナベイサンズを外から見るっていうのね、本当に綺麗でした。わありがとうございます。はい、ここからデイ4です。デイ4は朝一番にスタバに行きました。またスタバかよってね。はい、ということでシンガポール4日目になります。今日は1個打ち合わせがあるのでみんなよりちょっと早めに来て、またスタバに来てます。またスタバで今日の朝ごはんラテと、ブルーベリーヨーグルトなんですけど、これがなんと$13ってことは今の日本円でいくら、まあ1400円とか1500円ぐらいですかね。まあちょい高いぐらい、200円ぐらい高いぐらいかな。まあでも日本でもそんぐらいなんじゃないかなっていうぐらいだと思います。あ、結構、なんか箱だな。海外のスタバ難しい。ここのねグラノーラ本当に美味しかったんですよ。私はねダイエット期間中なので毎朝ヨーグルトばっか食べておりました。さあその日のね一日の午前中は一人行動ということでね、一人で観光に行きたいと思います。でシンガポールの電車はApple Pay というか何でしょう、クイックペイ的なクレジットカードで乗れるんですよ。さあ来たのはガーデンズバイザーウェイ、合ってるかな名前の駅です。そう、1個ね前に行った時はみんなでねタクシーで来たんだけど、今回ね一人で電車に乗ってきちゃったから道が分かんなくて、本当になんか森みたいなところ迷子になっちゃったんだよね。こういう道があったりとか、結構本当に自然公園みたいなところでした。やっと着きました、有名なとこ。はい、ということでガーデンバイザウェイ着きました。去年も来たとこなので一応場所というかなんか中身は分かってるんですけど、あ、マックがある。ちょっと前回行けなかったとことかも多いので、すごいフェイストラッキング、はい、行けなかったとこもすごい多いので行きたいと思います。さて私はガーデンズバイザウェイの中に入っていきたいと思います。これ熱帯園ですね。なんかフラワーの方と滝の方があるんですけど、今回私は滝の方に行きました。扉を進むとじゃじゃーん、大きな滝がありました。すごーい。一人でね観光してたので、いろんな人に翻訳を見せて写真を撮ってくれって言って写真を撮ってもらったりしてました。ところどころねこういう空中の通路とかもあって、上から眺めることもできます。植物とかもいっぱいあって本当にね癒し空間でした。でもあまりにも広すぎてどこ見たらいいか全然分かんなかったんだよね。中からね外も見えるんです。マリーナベイサンズが見えました。通路はこんな感じで隙間からみんな滝を覗いたりしてました。やっぱりシンガポールってさアートの街だよね。階段で下に下がるとこういうねなんかちょっとチームラボみたいなスペースがあって、プロジェクションマッピングみたいなのもありました。でしかも歩くとね水の波紋みたいなのが出てきてすごいなと思いました。子供がねいっぱい遊んでましたよ。
気づいた。ここ滝がすごくて湿気もすごいから喉が潤う。そして次は念願のジャンボシーフード。本当にみんな何回も言うけど、ここシンガポールに行ったら絶対行ってほしい。ジャンボシーフードのエプロンがめっちゃ可愛いんです。またね、詳しい動画は投稿しようと思うんですけど、この黒酢豚みたいなやつとチャーハン、本当に美味しい。そしてこちらがチリクラブです。いや本当に美味しい。このチリクラブでカニを食べて、隣の揚げパンつけて食べる、もう本当にこれが美味しいです。最高。はい、Day5、 もうここは空港でございます。やっぱりね、空港に来たら行かなきゃいけないところありますよね。そう、それはジュエルです。あの有名なさ、空港の滝みたいのあるじゃないですか。あそこに行こうと思って、長いエレベーター、エスカレーターを歩いて行っていくんですけれども、水が流れてなかったんです。ちょっと残念。またね、次もリベンジしたいと思います。みんなも行ってみてね。そしてフライト前にご飯を食べてフライトします。で、今から私たちは東京に帰ります。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。